あ、こんにちは、赤月です。天皇家の話題に続いてヤッポ遺伝子についてお話ししたいと思います。人間の遺伝子には男性と女性とで違うのは皆さんご存知だと思いますけれども、男性は XY ですね、女性は XX という遺伝子があるわけなんですけれども、この男性特有の Y 遺伝子に共通の日本人特有のヤッポ遺伝子と名付けられている、YAP ですね、 YAP 遺伝子というのが最近、ここ十何年間の間に分かってきたことなんですけれども、日本人の男性の約4割にそのヤッポ遺伝子という特異な遺伝子がありまして、それを持っているのは古代のイスラエル そのイスラエル系の民族と日本人だけだっていうんですね。それでそうしたら日本人って古代イスラエル人なのっていう話になってしまいそうなんですけれども、それとはちょっと違ってね、そのヤッポ遺伝子って言っても固有の民族じゃなしに、でも一番最初はどうやら古代北イスラエルにあった失われた10種族というので有名なね、10人の部族があったわけですね。で現在残っているのはそのうちの2つの部族で、その10の部族がねどこ行ったかわからんということになっているわけなんですね。その世界史と日本史とちょっと勉強するとその分かりやすいかと思うんですけれども、古代アッシリアに征服されて、アッシリアの保守となった部族もいたわけなんですよ。古代イスラエルの中のうちの、どの部族かは分かりませんが、そのアッシリアの保守が解けてその人たちが、古代のねシルクロードというかな、それぞれに東へと流れていった。最後に行き着いたのが日本じゃないかという説なんですけれども、でその説も日本にはねどうやら年代を変えて、3つのグループとしてね日本に来た形跡が、遺伝子解析からも分かっているそうなんです。で大抵のヨーロッパでもどこの地域でも、1つの系統のね遺伝子から発展した民族が多いんですけれども、日本人っていうのはねその3つの大きな遺伝子のグループ3つともあるわけなんですよ。これはあまり世界でも知られてないと思うんですけれども、そうなれば日本人というのは世界の根結なわけなんですね。でその根結が日本人として、日本人の形質を受け継いで、現在に至っているわけなんですけれども、で天皇家というのは私はどうもねそのヤッポ遺伝子の濃い民族が、それの、ヤッポ遺伝子を持つ古代イスラエルの王族がやっぱり日本に流れ着いて、王族として天皇家の初代としてね君臨して現在まで万世一系としてね続いているんじゃないかという、仮説をちょっと信じているわけなんですけれども、そういう説はね、明治時代からね日儒道祖論とかねいうのでありました。でも日儒道祖論もちょっと不十分なところがありましたんでね、それは伊勢門屋とかね、古代史の学会からはボロクソに言われてありますけれども、ここ十何年 になって遺伝子解析っていうのが世界でもかなり進んできましてね、その遺伝子解析の結果にやっぱりそのヤッポ遺伝子というのがそのシルク道路沿いにちらほら見られると、で古代イスラエル人と日本人にやっぱり共通のね遺伝子が あるっていうことがねもうはっきりと証明されたわけなんですね。といっても男性の4割だけですからね、その4割っていうのも遺伝子解析キットっていう、有料のね、各個人が2万円ぐらい出して遺伝子解析で自分の領地を調べるというようなねプロジェクトがあって、自分でそういう遺伝子解析を購入した人の統計から見て、日本人の男性の約4割ぐらいがヤッポ遺伝子を保有してるんじゃないかというね話なんです。で女性の場合はそういうヤッポ遺伝子というのかな、 Y 遺伝子がありませんのでね、女性のルーツっていうのはミトコンドリアの中にあるイブ女性遺伝子というのを探っていくわけで、それはそれでちょっとまた男性の分布と全く違うわけなんですね。女性の遺伝子は朝鮮半島にもあるけども、男性の遺伝子は朝鮮半島にはヤッポ遺伝子ほとんど見られないんですね。でそれは何でかというと、やっぱり古代の戦争っていうのはもう男子はことごとく抹殺してきたわけですね。で女性は、女としてさらっていって子孫を残すのに生き残って、女性の遺伝子は残るけども男性の遺伝子はもう日本列島にしか存在できなかった事情が、あろうかと思うんです。その他にそのヤッポ遺伝子を残しているのは、チベットのね山の高いところの僧侶たちのその中に少し残ってたり、インド洋の下のねなんとか島っていうのはそれを忘れましたけども、
残ってるぐらいなんですね。でそのヤップ遺伝子の中にもあの D と E がありまして、日本人に残ってるのは D 遺伝子で、ヨーロッパ人はその、まあ、日本でいう、まあ、ユダヤ人ですね。ユダヤ人の概念もいろいろ定義がいろいろあってややこしいんですけれども、まあ、ヨーロッパ系のヤップ遺伝子は E を持ってる人たち、白人ですよね、が多いわけです。でも、もともとの線では中東系の古代イスラエル人ですから、ちょっとまあ、褐色の人たちがね、まあ、あの、日本人とルーツを同じにするんじゃないかなと思ってるわけです。あ、そういった話しておりますが、キリストも、まあ、本当の、キリストの実像っていうのは、あの、褐色の中東人の人相なんでね、あの、まあ、十字架になっているキリストっていうのは、白人のイメージで、あの、描かれてますけれど、本来は中東人なんです。で、日本の中にも、あの、古代出雲には、向家っていうかな、高家っていうかな、という古いあの家系がありまして、そのお家のその口で、口の伝説、口で伝えている、あの、伝の中に、高家の先祖は、インドのドビダラ族だと。そのドビダラ族がやっぱりその戦火から逃れて、北へと逃れて、あのバイカル湖付近に行って、でバイカル湖付近のその、元から住んでる、何人かわからない人たちに導かれて、バイカル湖からシベリアにずっと逃れて、アムール川を下ってあの日本列島にたどり着いたと。でそこからあのどんどんちょっと暖かい方に来たりたどり着いたんで、南下して出雲に着いて、そこであの住み着いたっていう話なんですね。で出雲っていうのはあの出る雲で書きますけれども、なんかあのいろんな文献を読むと非常にあの豊かな土地だったらしいんですね。まあ、穀物もできて、川も水もあり、まあ、いろんな、まあ、生活するに最適な地の利だったそうなんです。それと日本にはもっと古い民族がいてまして、それがあの南九州の、宇佐神宮の先祖というのはもうさらに日本一古い家系と言われてまして、そこのやっぱり古典というかその言い伝えに出雲族はあの北からやってきたっていうのはね残ってるんですね。だからその日本で一番古い民族もあの出雲族がそういうどうもあの北の方から降りてきてそこに住み着いたっていうのを古典に残してるわけで、まあ、古典といっても最近でちょっと文書にして残ってると思うんですけれども、そういう証言があるわけなんですね。でそういうこともあるし、あの日本にはね呪福伝説っていうのもあの各地で見られるんですね。呪福っていうのは中国人の秦の始皇帝に使われていたけれども、遠い日本にはのその不老不死の薬を探しにあの出かけるわけなんですね。で1回出かけても見つからなくて、でも帰るの嫌やと。で2回目に日本に来て失踪という形になるんですけれども、そのジョークもあのかなりの大人数でね日本に来てるわけなんですね。で日本の各地にやっぱりジョーク伝説というのが残っていて、まあ、あの丹後半島の加護神社かな、その辺にもそのジョークの来た証みたいなねそういう伝説が残ってたり、まあ、いろんな日本列島のポツポツとしたところにあの伝説があるわけなんですね。で特に七夕伝説も呪福と関係があって、旗を織る女の人たちですね、旗織り女と、まあ、男性とこう別々の島にあの住まわせて呪福一行が、ね、住み着いたところの言い伝えであるそうなんですよ。別々の島やから年に一回こう王政をするのになんか七夕伝説が生まれたとかね、まあ、旗織りが必ずありますが、そういう七夕伝説にあるところはそれが日本の旗織り技術っていうのが、まあ、その秦の始皇帝の時代の呪福が持ち込んだものじゃないかなとあの思ってるわけです。まあ蚕も一緒ですよね。絹を紡ぐ旗織りの技術ですね。でそういうのもあり、あのそれと、王神天皇の時代に、あのその秦の始皇帝の服薬から逃れたの旗織りの集団というのがね、19万人かどちらかがあの日本に亡命しているわけなんですよ。でこれは日本書紀にも書いてあるので、ちょうどね神宮皇后がその朝鮮征伐にあの竹之内宿女とね一緒にあの出かける話が日本書紀にはあったと思うんですけれども、まあ、神宮皇后もちょっと不思議なお話で、まあ、日本神話に描かれてると思うんですけれども、まあ、中愛天皇という旦那さんがいたわけですね。天皇の病弱な中愛天皇の子供を宿して、その妊娠中に朝鮮半島を征伐に行くわけですよね。ほんでその妊娠したままあの勝利を収めて帰ってくるわけですけれども、それからもう中愛天皇亡くなった後にその王神天皇をね産んでるわけなんですよ。
それでなんか竹の内宿根が本当は愛知じゃないかとか、まあ、伊勢はなそういう日本の言い伝えも残ってるわけですけど、まあ、住吉大社さんなんかはあの神宮皇后と竹の内宿根を祀ってはって、で、まあ、大っぴらにはあの言いませんけれども、だからあの不倫の神社としてね、あの裏信仰があるみたいな話があって、それはあの住吉大社さんに聞いても絶対否定されると思います。まあ、ちゃんと中愛天皇の皇子として王神天皇が生まれたわけなんですけれども、その王神天皇がその旗氏の集団にあの19万人の日本にあの亡命することに OK 出した天皇なわけなんですよ。だから自分赤ちゃんですやんか、その旗氏もその、秦の始皇帝の規約から逃れて朝鮮半島で住んでた時期があるんですね。でその朝鮮半島からその日本に亡命してきたわけですよ。19万人ってね、それはすごい人数ですよ。で当時の日本でそんなに人口多くないですからね、かなりの人間がねあのやってきたわけです。その他にその聖徳太子の時代 にもあの旗氏だけじゃなしにそのいろんな外国人が来ていて、聖徳太子の周りっていうのがね、まあ渡来人だらけだったんですね。それはまあ教科書にも書いてあると思うんですけれども、その辺もそのシルクロード上に来た文明っていうのかな、明らかに日本の礎を築いたのはその渡来人たちの文明が大きかったようなのが、まあ、ポツポツと分かってきてるわけですね。でちょっと膨大すぎてちょっと話ようまとめませんけれども、まあ、私の書いてるブログにねあちこちちょびちょびと詳しく述べてますんで、また URL 残しておきます。ちょっと話長なるんで一旦ここで切って、まあ日本に19万人の旗氏があの移民してきたと、まあ、ほとんどまあ日本人の祖先と考えていいと思います。その血筋からそのあの日本の天皇家にはねきっとその旗氏つながり の薬品電子がね残ってると思うんです。ただなんぜで男系にこだわるかというと、まあ、否定される方もいますけども、私なんかはやっぱりその薬品電子を守るためには絶対男系の天皇でないと、まあ、女性の天皇、まあ、愛子さまが天皇になったとしたらそこで途切れてしまうわけですよね。女性にはその遺伝子をつなぐ遺伝子がないので、だからまあ男系でねずっと何度か続いていっていただきたいなと思います。以上、次回に続きます。